グアムの戦いで露格された単 20cm 砲。同砲は沿岸砲としても用いられていた。人との対比による砲の大きさに注目単 20cm 砲は第二次世界大戦中期に日本海軍が開発した広角砲である。単 12cm 砲と同時開発された。単 20cm 砲は商船の自衛用に開発された簡易急増広角砲である。 大行角を取ることが可能で、対空攻撃も行うために、広角法に分類されているが、実質は対戦を、主とし、対戦、対水上、対空兼用の迫撃砲に似た特性を有する、榴弾砲である。外見の特徴として、中大機が方針の髪型に一本ある。方針の下方には、短い円筒があるが、福崎の可能性がある。閉先は、 正面向かって右開きの螺旋式閉鎖機である、トルコリラ型戦時標準戦などに搭載された。また、沿岸砲としてグアムなど陸上にも配備運用された。単20センチメートル砲は、初速が低く、射程や射光も短く、砲弾装填時には、砲身の行角を約10度にせねばならなかったので、発射速度も低く、対空用にしては大口径であり、主目的は、 潜水艦による通称破壊戦に対抗するための対戦弾を使用した対戦攻撃であり、対空攻撃は副次的な目的と思われる。しかし、正式採用された対戦末期頃には輸送船自体がすでになく、揚陸して沿岸砲として使うたは使い道がなかったものと思われる。しかし、沿岸砲として使用した場合でも射程や射高が短く、 移動不可能な陣地固定式な方なため、対空戦闘にも、対上陸戦にも、あまり有効ではなかったようである。開発と製造は、呉海軍交渉にて行われ、単 12cm 砲と単 20cm 砲は合わせて、昭和18年に230門、昭和19年に230門、昭和20年に40門の、計500門が製造された。 昭和20年8月当時、日本陸軍による本砲97式中戦車の車体に搭載し、自走砲化する単 20cm 自走砲の計画があったとされるが、詳細は不明である。開発担当は第一陸軍技術研究所と大阪陸軍造兵所。終戦時に進捗率20%以上の半途品2問が大阪陸軍造兵所、第一製造所。 第10工場にあった。ありがとうございます。